こんにちは。こんにちは。じゅんです。ゆきです。金本です。すごい流れがもうできてる。もう、はい、今日はですね、PGA 初心者ゴルフ、お、初心者なんだっけ、 PGA ゴルフデビュープログラムの、最後ですね、はい、ラウンドレッスンになります。ついにやってきました。はい、はい、今までゆきちゃんは、5回の、練習場でのレッスンを受けてきました。はい、で今日最後ラウンドレッスンしていくということで、先生どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。どうですか、今日はどんな意気込みでいきますか。今日は、うん、あのいつもラウンドに行っても練習通りにできないんですよね、うんうん、自分であれあれもし忘れたあれもし忘れたってなっちゃうので、今日は先生に一個一個教えてもらって、ちゃんと確認することを確認します。はい、うん、まあ練習場とラウンドではちょっと違いますよ ね、 違いますね。考えなきゃいけないことが、はいはい、そうですね。今日はそういうね、ラウンドでの注意点とか、はい、先生に教えてもらえたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここは東安孫子カントリークラブ、河川敷のコースですね。すごく暑いです。いきなりフルショットじゃなくて、はい、短いクラブ、まあ、半分ぐらい練習場がね、何ヤードあるの、300ヤードありますね。5球ずつぐらいで交代してていいです。はい、体ほぐすと思ってやりましょう。はい、はい、今日はゆきちゃんにもリンゴルのウェアを着てもらいました。どうですか。まだゴルフに行ってない感じの肌の色。白い。苦手なユーティリティ。まだお友達に慣れてないです。長くして。ちょっと2、3回滑り、2、3回滑りした方がいい。ナイス。フィニッシュでなるべく、もう少し1秒くらい止めてくる。何がね。肩を練習するところですから、はい、なんとなくまっすぐのある程度長いやつから、はい、少しずつ短くやっていってもらうところですから、はい、自分の打ちたいようにそこ狙っていってみましょう。はい、振りは必ずするようにですね、カップ見てする。そうすると目から反応するから。で、そのスピードと止まった場所を意識して、続きはボール見て。強っ。あ、いいのか。意外とだ、ショートコース特に重いから、強めで OK だ。なるほど。いや、うまいでしょ。ただ移動しながら。まあでも距離感いいじゃないですか。うん、そういうことです、そういうことです。穴がこうやってできるんで、この時にぐさぐさって寄せます。寄せる。こうやって寄せるだけでいいです。こうやっちゃったらダメです、はいはい。根っこ切れちゃうから。ぐさぐさ刺してる間に寄ってくるんで、うんうん、周りをね。結構刺せない。そう、ショートコースのグリーンは結構硬いんで、そう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 。そうです。OK です。はい。そしたらパターの背でトン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 です。そうですそうですそうです。これ結構マナーとしては大事かな。はい、ではお願いします。まあ、行ってきます。指指してこれセットしてからですか。セットして、はい、つかなきゃダメなんですか。いや、いいですいいです。ドライバーは宙に浮いてる。で、あの目標をちゃんと決めた方がいいです。赤いやつ OK ですね。で、手前に置くことないから、で手前に目標を取れるから、目標を決めて回り込むと。お願いします。素晴らしい。転がった。転がってる。飛んでますね。飛んでますか。やっぱ1打目は緊張しますか。緊張します。手震える。うん、まっすぐいかなかった。どうしようってなっちゃう。よし、これも素振りして必ず下つくように。はい、
で後ろからまた目標を取って、このルーティーン忘れずに。クラブ下ついていいですよ、シュート。はい、おお、めっちゃ右に行った。まあまあまあ、でもナイスでしょ。そうだった、私は右に行く癖があるんでした、うん、そうするってことは左側を狙って左に行くってことですよね、うん、今はもう自分の癖玉でコース出た、コース出たら自分の癖で攻めてくる。はい、はい、これグリーンエッジまで、グリーンエッジっていうのはグリーンの手前までってことです、はい、ここのコース、はい、まで100ヤード100ヤードっていうか横に書いてあるですね。でピンがまあ真ん中、そうでしょう、100ヤードどれぐらいで打ってるか、と打ちっぱなしでは7番アイアンで100のところに行くような練習をしてます。じゃあ7番アイアン行きましょうか。はい、はい、でも打ちっぱなしと違うからな。いや、でも同じようにやりたい。大事なのはクラブが地面につくことと膝曲げすぎない、はい、膝曲げがち。もっとついてる。芝削れていいです。はい、それで打ちましょうか。はい、はい、ナイスナイスナイス、いいとこです。どこ行きました？グリーン手前、素晴らしい。本当だ、イエーイ。バンカーのより入らなくてよかった、うん、ピッチングとかアプローチとか、アプローチで使うであろうくらい。プラスアルファ、肩P と S だったら S ですか？ S ね、あんまり使わなくて P か A か。 A ってやつ初めて使います。 P と S の間、うん、そうなんだ。でもまあ P です、はい、はいはい、これカート持ってっちゃいますからいいですよ、歩いてって、はい、すごいですね、カート入れるね、もうちょっとだね、ナイス、うん、ちょっとグリーン見たいです。それぐらいの強さで行きますか。ひなちゃん弱い、こんなんじゃでかい。え、そうなの？バックスイングを考えたらでかいじゃん。で、左右対称感だったら、スイングが確かスタンス狭くでした。そうだった。はい。で必ずピタッ、ニャッとした。そう、そう。でやってみましょう。おお、まあ。ナイス。行き過ぎた、絶対に。でも行くでしょ、やっぱあれでも。でもまあナイスですよ。うまい、うまい。はい。素晴らしい。乗れば OK。乗れば OK？ うん。これあのデビュープログラムです。すみません、そう、そうなんです。乗れば間違えてる。そうそうそう、そう、そう。マークはどこにつけるんですか？後ろにつけます。はい。基本マークして自分の順番じゃないときはマークして待ってると。そう。ボールを今日一人だ。ただ今日一回マークして、うん、後ろにマークして、ボールを取って、はい、で待ってる間ラインをこう見たり。はい。ちょっとこっちに行くから左側狙った方がいいですよね。そういうことですね。線が、こっちを。これね、知らない人よく結構いますよね、うん、こう置きながら何してんのって言われるんだけど、線合わせてる。そう、うん、良さそう。いやー、行きます。迷わずやってくださいね、迷わず、うん。止まった。止まった。だから同じ、そう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 、同じ感じで行かなきゃいけないんですよね。そう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 。これで止まっちゃったのか。そう。行けるように。悔しい。これもちょっと左側を狙います。これかな？うん。こういうことか。そう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 。まあでもラインいいですね。うん。私もうちょっとパターの素振りでゆっくりの方がいいんじゃないのかなと思うんですけど、どうなの？そうでもない。まあ人によりますけどね。うん。でも確かにちょっと早いから緩まってる可能性もありますよね。うん、
バタバタしたら、あ、そう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 、そういうリズム、そういう振り幅、うん、惜しい。でも今の良かったですよ、うんうん、イエイ、ナイスです。イエイ、1、2、ちょっと待ってください。4、5、6、7、8 OK、ナイス、うん、ナイス8、ナイストリプルボギー、ナイストリプルボギー、トリプルボギー、ナイス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 、すごい YouTube のこれ、ちっす YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。ここで